こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は新しく実装されたバーストモードをやっていきたいと思います。お、ホーム画面にバーストモードというボタンがありますよはい、ここから入れるんですね。これはいいね。それでは行ってみます。はい、来ました、バーストモード。これかっこよくないですか。すごい、なんかパチパチ言ってるバーストしてる感じが伝わってくるね。はい、ここから入っていきたいと思います。戦闘民族サイヤ人のストーリーでしたっけ、これですね。これのノーマル Z ハードの Z ハードのところがバーストモードになっているということで、読んでいきたいと思います。バーストモード開催期間、2022年11月17日木曜日5時から2022年12月2日金曜日まで。あ、そうか、期間限定なんですね。限界領域バトル、本イベントのステージ10の Z ハードにて新たなバトルモードバーストモードが登場。さまざまなギミックを選択してパワーアップした強敵を打破しハイスコアを更新しよう。はい、その下にも説明が書いてありますね。うん、とにかくギミックを選択してスコアを更新すれば OK という感じらしいです。はい、ちょっとね、私もまだよく分かっていませんが、やっていきましょう。はい、バーストモード、バーストギミック選択、選択してみました。ミッションでスコア3000以上取るというものがあるので、ちょうど3000になるようにしました。選択項目は一番上のスコアが高くなるものを選んでみました。フルパワーカテゴリーのみ挑戦可能、そして力属性のキャラクターのみ挑戦可能、そしてトータルコスト350以下、フレンドを含む、はい、フレンドさんも含むんですね。そして敵強化のところはほとんどチェックしました。だけどこちら力属性を使うので、この力属性からのダメージ 50% 軽減は外しておきます。はい、そして敵がダメージを 70% 軽減するのを一番下で、こんな感じですね。あとは一番上、うん、スコア高くなる感じで選んでいって、はい、これでサポートアイテムは持っていきたいので、サポートメモリー負荷、はい、こちらにするとちょうど3000になりました。はい、ギミック選択が終わりましたので、パーリーですね、パーリーを組んでいきました。こちら力属性のみなので力属性にして、リーダーはこちらのゴテンちゃんにいたしました。そしてアタッカーが海洋剣獄、これかな、うん、これに打っていただく感じで他のキャラはコスト制限を作っているので強いキャラをね、入れられないんですよね。はい、そしてサポートアイテムはアタックアップアイテムですね。パオズザウルスの尻尾、これね、初めて使ってみたいと思います。はい、そしてブルマで、このレモが木玉を力属性に変えてくれる、そしてアタック5パワーアップするんですね、一つにつき。だからこれは使うといいですよね。はい、それではバーストモード Let's get started。わー、初めてやりますね。はいここのマップは同じなんだね。はい、普通にやっていきます。ベジータ、敵エネミーはベジータなので、あ、登場ジェンス来た。はい、海洋剣ですね。はい、そして並び方こんな感じ。敵の攻撃が最初に来てしまうと危険ということなんですけど、大丈夫そうですね。これでちょっとアイテムで力気玉にしてから並び考えた方がいいかな。はい、ちょっとやってみたいと思います。レモ出番だよ。はい、あー、もう一個使います。どうだ、おー、青がちょっと残ってしまいました。はい、そしてアタックアープのパオツーザウルスの尻尾とブルマ、ブルマはい、2種類のブルマ活躍していただきましょう。はい、ちょっとね、青が邪魔ですよね、青木玉。
これを最初にちょっとゲストさんフレンドさんにお借りしているキャラで打って海洋剣で一杯取ります。これでどうでしょう。あ、ダメージゼロだってさすがに強いんだね。4ペーダー、あれあーダメか。はい、37万もベジータからダメージを食らってしまいました。リベンジしていきたいと思います。もう一回やります。今度はフレンドさんゲストさんからのお借りするキャラ、こちらのフルパワーフリーザーにしてみたいと思います。これでいったらどうでしょう。2回目、 Let's get started。 ブラストモードっていう、ここかっこいいですよね。はい、今度はどうだろう。なかなかに敵が強いんだね、やっぱり。そりゃそうですよねあれだけモリモリにギミック入れてますもんね。あれはでもなんか楽しいかもですね。いろいろ自分で決められるっていうのは、まあ、まずはミッションクリアしたいので、これあ、またね、登場人物来ました。クリアしたいな。どうでしょうね。あ、大丈夫、真ん中にしか来てないベジータの攻撃が。フルパワーフリーザー強いもんね。さっき海洋剣だけだとダメだったんですよね。はい、じゃあ気玉変換していきたいと思います。あ、すごい1回で全部変わった。はい、じゃあアタックアップしていきます。ブルマかわいいね。はい、未来ブルマもかっこいいです。さあ、これでいけるんじゃないですかね。あ、これね、真ん中の海洋剣に威圧かかってますので場所変えられないです。でもフリーザと海洋剣悟空がいればいけるんじゃないかなと思うので、まあフリーザにね、いっぱい取って、はい、そして海洋剣も取れるだけ取って、はい、やっていきたいと思います。どうだろうね、これ。フルパワーフリーズはい、これも強いですからね、このキャラも。お、だいぶいいんじゃない。おーおーおー、これで海王剣の4ベーダーが来るとどうだどうだどうだ。あ、やった、会心来ました。やった KO でございますやったよやったよ。これクリアできたってこと？これでいいんですかね。クリアしたら、ん？どうなるんだ、これで。これで OK なのかな？はい。おー、あ、OK なのか？バーストモードクリア。最高スコア3000。はい。大丈夫そうですかね。これでギミック選んだものがここに出ると。へー。はい、まずは最高スコア3000いけたみたいですね。獲得アイテムは、こんな感じか。あ、マップでね、獲得したものかな。はい、これでミッションですよね、問題は。ミッション確認していきたいと思います。はい、バーストモードのミッション。あー、できてるできてる。はい、できてるね。すごいすごい。これ1回で全部できたってことか。あ、なるほど。1回目の挑戦はやられちゃったから、それは入らないもんね。あ、一番下、ステージ10でギミックを設定してクリアができてない。あ、地球人の方か。なるほどね。地球人で選んでまたやれば、こちらもクリアできるんですね。なるほど。よし、受け取ってみます。この受け取るとき一番嬉しい。おお龍石8 Thank you so much 運営さん。はい、ということで無事に3000ポイント達成できました。ありがとうございます。皆さんももう挑戦されたかな。どうでしたか。ミッションがクリアできれば、あとはいろいろとギミックを選んで好きなように遊べるっていう感じですね。はい、私も生配信とかで
遊んでみたいなと思っています。皆さん一緒に遊びましょうはい、それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。